筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われているさまざまな研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今日はお二人の方にお話を伺います。筑波大学生存ダイナミクス研究センター助教の島田優子さんと、同じく教授の丹羽隆介さんです。昆虫の蜂の中には他の昆虫に寄生して生きる寄生蜂というのがいるそうです。今回お二人は小腸バエなどに寄生して成長する寄生蜂の一種、日本アソバラコマユバチという蜂の全ゲノム配列の解析を行いました。島田さん、丹羽さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回の研究の対象になった寄生蜂の、日本アソバラコマユバチですけれども、小腸バエに寄生するということですけど、小腸バエってすごいちっちゃい虫ですよね。この蜂はさらにちっちゃいっていうことですか？あ、ちっちゃいですけど蜂とハエほぼほぼ同じぐらいの大きさで、このタイプのハエは蜂は1匹のハエに対して1匹の、蜂が生まれてくるというタイプの寄生蜂です、うん、なのでまあ同じぐらいかな。同じぐらいって言っても小腸バエってこう2ミリぐらいの感じですよね。そうですそうです。そんなちっちゃい蜂がいるってことなんですね。同じ2ミリぐらいです。へえ、はい、でこのちっちゃい蜂が、産卵するときに小腸バエに毒を持って麻酔をかけるとか、羽化するときには、小腸バエの方を食べちゃったりとかっていう、かなりひどい生き方をしてますけれども、これ仲良く共生するとかそういうことは考えてないんですか？はい、基本的には寄生蜂っていうのは乗っ取るっていうのがもうどんな寄生蜂でも基本的な生活戦略です。で、乗っ取り方はいろいろあって、もう花から体の中、その宿主となる昆虫の体の中をもうどん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 侵略していくようなものもいれば、初めのうちは外側に取り付いてて、であるタイミングでもその一緒にいる別の昆虫をガバッと食べて、それでこう寄生に、戦略を成長していくというようなものもいて、まあ、それは様々です。ただ共生して共に生き延びるものは多分僕らが知る限りないと言っていいんじゃないでしょうか。そうなんだ。へえ、はい。寄生虫って割とこう共生して生きていくっていうイメージあるんですけど、この場合はそうはいかないんですね。そうはいかないですね。せめぎ合ってどちらかが勝つという感じですね、うんうん、なので蜂が必ず勝つという場合ばかりではなくて、蜂が負けるような局面も自然界では種によってはたくさんあります。ただし、今回我々が興味を持ったアソバラジャポニカ、アソバラコマエバチという日本アソバラコマエバチというものは、なんでか知りませんけどほぼ蜂の勝ちです。もうハエは狙われたらほぼ負けるという、本当に無慈悲な蜂です。ひどいですよね。本当にひどいですよね。最後食べちゃうんですもんね。ですね。でこの蜂を研究しようと思ったきっかけっていうのは何なんですか？これは偶然なんです。あるもう7年前にもなるんですけど、ある学会に参加してて、うん、で、まあ、正直言うともうその学会の口頭演題が続いてて、うん、僕が聞きたいものをもう聞き終わったんですよ。だけど他に行くとこもないので、その聞き終わった会場に僕は残ってたんです。でもう聞くでもなく、申し訳ないですけど手元ではちょっと別の書類を作りながら、なんとなくこう発表されてる方のこう斜めで聞いてる、聞き流してるみたいな状況があったんですけど、その時に、まあ、名前は出しませんけども、ある日本の研究者が今回僕らが用いた寄生蜂、ニワアソバラコマエバチを用いた生態学的なご研究の発表をされたって言ったんです。でその時に僕が初めて知ったんです。小腸バエにこんなすごい寄生者がいるんだと、うん、もうそれで
もう8さっきまで聞き流してたような感じだったのが、もう背筋ピーンと伸びて、もうその先生の講義あのセミナーもう食い入るように聞き入って、で終わった後すぐにお話ししに行って、でもうとにかく自分たち何ができるか分かんないけど、こんなすごい生き物がその僕らが身近に飼ってる小乗梅にいるんだのそばにいるんだっていうのを知って、で学会から帰って、とりあえず島田さんに何ができるか分からないけど、とにかく飼い始めようと言って飼い始めた。これが一番初めです。もう本当にめっちゃ放置してたよね。で僕はめっちゃ放置した。僕は特に飼いたかっただけなので、もう島田さんよろしくって言って、でなんか面白いの見えないの見えないのってこう定期的につつきながら島田さんはこう中を見て、あの規制の様子とかを見ててくれたんですけど、そしたらまあいろんな面白い現象があるっていうの、その現象に関しては実はまだちょっと報告してないものがいろいろあるんですけれど、あのとにかく面白い変化っていうのが蜂によってもたらされるのはもう間違いないっていうのが、まあ、飼い始めて結構早くですね、数ヶ月したらもう我々としては確信して、もうだったらこれは毒の研究をしたいと。で毒がもたらす効果に関して、まあ、我々が症状梅で培ってきた技術を生かして、その寄生者のまさにその無慈悲さをどう生物学的に理解するかっていうのができるかなっていうのがモチベーションですね。あのきっかけかつ現在までのモチベーションです、はい、なるほど。いやこれあるあるなんですよ、本当学会に行って勝手にあの盛り上がって、あの教授が盛り上がって飼い始めたものの、一体何をするでもなくペットとして飼ってたみたいな、そういう時期があったんですけど、もうすごく面白くて私も、はい、好きになりました。そんな恐ろしい蜂をペットとして飼うっていうのも面白いですね。まあ、あの症状梅を飼ってるラボなんで、寄生蜂も飼うっていうのは初めてで新しかった、すごく新鮮で面白かったっていうのがありますし、飼いやすかったのでどんどん増やすことができて、そこもやっぱり実験をすごくしやすかった、あのアドバンテージの一つだと思います。あのこの生き物の研究をするっていう時に、まあ、いろんなアプローチあると思うんですけれども、今回はこの、全ゲノム解析をするっていうことをされたんですけれども、あの生き物の研究の上でそういう手法っていうのはどういう、まあ、目的とか役割っていうのがあるんでしょうか。そうですね、やっぱり私たちの研究の興味としては、やっぱりその動物の発生とか生理を理解するのに分子レベルで理解したいという前提があって、そのためには遺伝子の情報を知る必要があります。で、その遺伝子の情報を知ろうと思ったらゲノムを解析するしかないんですね。なのでモデル生物の症状バイとか、あとマウス、ゼブラフィッシュなんかはもうすでにゲノム配列が分かっているものがあって、それを研究者たちは自由にあの情報を使ってできることがあるんですけど、こういう寄生蜂みたいな問題、ゲノムも分かってない、遺伝子の何一つ分かってないっていうものの整理を、生態を知りたいと思ったら、もう全ゲノム読むしかないというような状況です。じゃあもうこれはもう世界で初めて解析したっていうことですよね。一つ補足すると、毒を取りたいっていう目的だったら、普通の生物だったらこんな戦略、普通のってか有名な毒を持つ大きな動物だったらこんな戦略取らないんですね。つまりヘビの毒を取りたいとか、あのトリカブトの毒を取りたいとか、そういう毒を取るっていう学問を持ってすごい長い歴史があるんですけど、こういう人たちは、先人たちは大抵どうしてるかって言ったら、その大きな動物たちから毒だけ取ってきて、まず毒液を、でその毒液に何が含まれるのかっていう物質を取るっていう、物質生成っていう方法を普通取るんですけど、今回の蜂に関してはもうとにかくちっちゃいので、そこから物を取るっていう戦略をもう我々としては諦めざるを得なかった。でそうすると、じゃあ物質を生成して取るっていうのができないんだったら、遺伝情報から攻めようというのが、まあ僕らの今回の戦略で、でちょっと前だとそういう遺伝子をあの全部一網打尽にするとかっても夢みたいな話だったんですけど、もうここ10年ぐらいの生命科学の
もう飛躍的な進歩で本当に可能になってしまったということです、うん、もう本当に僕らはその現代科学の恩恵を受けてこういう趣味、うん、趣味って言ったらこれ聞いて怒られるな、国に怒られますけど非常に変な生き物とかも解析できるということです。でも今回のこ の, あの解析によって、これからそのいろんなこの蜂、日本アソバラコマユバチが どうしてこんなひどいことをするのかっていうのが分かってくるっていうことですよね。はい、そう期待してます。このちっちゃい虫ですけれども、蜂は蜂なので、まあ、ミツマチみたいな蜂っていうとそっちの方をイメージしてしまうんですけれども、ミツバチみたいな蜂とは全然違った生き方をしてるんですか、やっぱり。そうですね、ハチ目昆虫の中で一番有名なのはミツバチとかスズメバチとか、社会性昆虫としてのあのハチが有名だとは思うんですけど、そのハチ目全体で見ると寄生をする寄生バチのグループの方が種数はかなりはるかに多いというような状況です。はい、あ、じゃあハチって社会性のある生き物っていう風な習い方をしてましたけれども、どっちかというとそうじゃない方の方が多い。確かにこの日本アソバラコマユバチは絶対社会性ないですよね。ない、なるほど。こんな毒を盛るとか食べちゃうとかっていうのは、これ症状灰にしてみたら、もうとにかくやられっぱなしでしかないっていう、なんかこう抵抗のしようとかあるんですか、ないんですか。あ、それはあります。当然彼らも黙ってはいないです。で、今回の寄生バチではない寄生バチなんですけれども、多くの少なくとも症状灰に寄生する寄生バチは、ハエがかったりハチがかったり、結構自然界ではそのせめぎ合いの勝者っていうのはさまざまです。大体実験室でも例えばレプトピリーナっていうような名前の寄生バチに関しては、大体蜂の勝率は5割、ハエの勝率も5割ぐらいで、時と場合によって、でその時は要するに、ある時はハエの免疫系が勝つし、ある時は蜂がその免疫系に打ち勝つしというような感じのバランスがあります。ところが今回の我々が注目した蜂に関してはすごい興味深いんですけれども、ほぼ蜂の勝ちなんですね。だったらなんでこの蜂がハエを全部駆逐しないのか、ちょっと生態学的なことは僕らにはよくわからないんですが、もうとにかく強い蜂です。なのでひとたび狙われたら、今回の件に関してはもうハエはひとたまりもない。で、僕らとしては実はこのひとたまりもなさ、なぜここまで蜂が強いのかっていうのは、まあ、最終的に明らかにしたいんですね。で、ここまで強いと、何が期待できるかっていうと、多分いい毒をもし取れば、これもしかしたら結構効果的な殺虫剤につながるような種になるんじゃないかっていう期待もあります。つまりもう百発百中で殺せるような毒、で実際その症状灰っていうのは、ある種のものは害虫として存在しています。特に今ヨーロッパでは黄桃症状灰ドロソフィラスズキーっていうのがもう大問題になってて、果物をダメにしちゃう、でそれに対する防除策なんかで寄生バチが使えるんじゃないかって話はすでに出てるんですね。だから僕らとしては、なんかそういう今後の過程でその本当に決定的になる毒なようなものをゲノム情報から引っ張り出したら、今度そういう毒を元にして今問題になってるような害虫をまさに強い毒で殺せるような、なんかこうヒントが得られたらなって期待もしてます。なんかすごい戦いが行われているんですね、このちっちゃい虫の中で。症状灰なんかは割とその辺にブンブン飛んでて、ちょっと鬱陶しい感じもするんですけれども、この蜂の方もその辺にいっぱい飛んでるもんなんですか、実は。はい、実は私たちが野外ではほとんど見つけられてないだけで、専門家の先生に聞くと、同じぐらい寄生バチもブンブン飛んでるそうです。ただちっちゃいから、はい、自分たちが気づかないだいたい5割ぐらいは野外の種も寄生されてるそうです。へ
やっぱり自然の中ではいろんなことが行われているんですね、見えないところで。なるほど、非常に面白いお話でした。では最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をぜひお願いします。あ、はい、私たちはタラスセンター、筑波大学のタラスセンターというところで生理ダイナミクスという講座を持っていて、基本的にはホルモンの働きとか神経の働きを諸女バイオ用いて研究するのが一応なんかメインの仕事でやってます。で、寄生バチに関して言えば、そういう全身にいろんな効果を肺側にもたらすっていう意味で神経とかホルモンとかの働きを確実にハチたちはかく乱してるというふうに我々は確信していて、そういうシステムのかく乱みたいな、僕らがずっと使ってきたそのハエをどううまく成り立たせるかっていうシステムの知見と、そのハチがどうやってそれをこう攪乱していくのかみたいなのをこう合わせていくことで、寄生者が実際どんなふうにこううまくハエを乗っ取ってるのかっていうシステムで、ひいてはその自然界でなんでそんなこうことが進化してきたのかっていうことにこう答えが出せれば、こう最終的には生物と生物の相互作用ですけども、要するにだから実際に自然界で起きているような、そういう生物同士の関係みたいなのに、まあ我々自身 その神経とかホルモンとかいう目線でこう解明できたら、まあ結構面白いんじゃないかなと思って、もうしばらく研究したいなと思っています。はい、ありがとうございました。筑波大学生存ダイナミクス研究センター助教の島田裕子さんと、同じく教授の丹羽隆介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。寄生バチの残酷さについては、ダーウィンさえもが神がこんな無慈悲な生物を作るとは考えられないと述べているほどで、進化の戦略としても不思議な生物として捉えられてきたそうです。でも実際にこういった生物が繁栄し、ショウジョウバエの方も絶滅せずにいるわけですから、お互いにとって何か意味のある生き方なのかもしれませんね。これからの研究で何がわかるのか楽しみです。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。